絵はがきヨドは日本海軍の通報艦。ヨド型通報艦の一番艦である。艦名は大阪湾に注ぐヨド川にちなんで名付けられた。同型艦は最上。1906年に神戸川崎造船所で寄港。1908年に巡航し、通報艦に留別された。1911年11月から翌月にかけて、 シャム国王戴冠式に参列する、伏見宮広安王のお召し館として、バンコックを訪れた。1912年8月28日、一等法官に類物を変更した。第一次世界大戦では、チンタを攻略戦に参加、さらに南シナ海方面の警備等に従事した。 1927年9月から翌年にかけて、クレ渉で測量を管への改造工事を行った。1931年6月1日に、類別の変更により、東急が廃止され、奉還となった。満州事変では、中国北部沿岸警備、測量に従事、日中戦争時の1937年には、中部から北部中国沿岸の警備とともに、測量作業に従事した。 1940年4月1日、除籍となり廃艦第13号と歌唱。戦時中は岩国に所在し、廃戦時に光に栄光され、その後解体された。同系艦の最上と異なり、クリッパー型艦首を採用している。客中なき限り、日本海軍史第9艦第10艦の召喚履歴及び艦報に基づく。階級は就任時のもの。 ありがとうございます。